モニター開発って50代以上、モニター専門家、モニケンです。最近、よく BTO メーカーフロンティアのセール動画を出してるモニケンですが、最近、フロンティアは、ミドルスペックのゲーミング PC のラインナップがいまいち、高い安いでに、セール対象にないんですよね。で、他のメーカーで安くていいのないかな、と思って探していたところ、いいのを見つけました。それが、今回紹介するゲーミング PC、パソコン工房の、ゲーミングブランドレベルインフィニティのミドルスペックゲーミング PC レベル M066124RBX、 まあ型番なんてどうでもいいんですけど、 GeForce RTX3060 のグラフィックボードを積んでおり、 CPU はCore i5 の12世代12400を搭載しております。そんなスペックでお値段157880円。しかもここからね、さらにセールの効果が発動します。まあ、この価格でも、まあ普通にちょっと安いかなくらいなんですけど、現在パソコン工房では超感謝祭っていうね、セールをやっていて、最大で 20% のポイント還元が受けられるっていう熱いキャンペーンの真っ最中なんですよね。パソコン工房のポイントは、普通にパソコン工房の買い物で1ポイント1円として利用できるので、ゲーミング PC を買った後にモニターを買うとか、マウスやキーボードを揃えるなんて用途にも使えるので、ポイント還元最大 20% は激安。で、具体的にどうすればポイント還元を受けられるかっていうとね、新品のパソコンの場合は、パソコン本体の価格が5万5000円以上で最大1万ポイント。パソコン本体の価格が11万円以上なら、最大1万5000ポイント還元。つまり、このモデルは11万円以上のモデルなので、最大1万5000ポイントの還元が受けられます。で、普通に買うと1万ポイントが確定で還元されます。で、さらに、パソコンにね、3年間の延長保証をつけると1万3000ポイント還元。4年間保証をつけると1万5000ポイント還元。これで最大倍率ですね。で、このモデルだと、3年保証をつけると本体の 10% なので、15,787円。4年保証をつけると本体の 15% なので23,681円。まあ、それくらいね、追加料金がかかるって感じ。まあ、これつけるとポイント還元されても価格的にはね、高くなっちゃうんですけど、まあ、パソコンの知識がゼロっていう人ならつけておくのもありよりのありゆべってるち。というか、パソコンの知識がゼロの人はさらにもう一段階上の保証、4年保証プラス物損保証、これをつけるのがおすすめですね。価格の 20% なので、保証だけで 31,575円と、まあ、かなりお高いんですけど、通常の保証ではサポートしてくれない落下とかでの破損とか、水漏れ、火災、過失や事故の際の保証を本体金額の 100% の代金まで何度でも保証。なので PC パーツ全損とかだと、まあ、多少は費用かかるかもしれませんが、普通に修理するよりは絶対にお得ですし、最低のトラブルなら問題なく保証してくれるでしょう。個人的にパソコンの保証に関しては、もうこの1年間無償保証か一番高いやつ、どっちかをね、おすすめしてます。0か100か。パソコンの知識はないけどパソコンでゲームがしたいですっていう初心者は、高くてもがっつり保証をつけていいと思います。一方、知識がある人やトラブルがあっても自分で調べて自分で解決できるっていう自信がある人は、デフォルトの1年無償保証でいいでしょう。実はね、パソコン工房って BTO なのにパーツ交換をしても保証対象から外れないっていうね、メリットがあるので、パーツ交換をする予定がある人でも保証に入るメリットはあったりします。ただね、もちろんパーツ交換をミスった時にぶっ壊したとか、そういったものは保証対象外です。あくまで適切に交換して正常に動いてたのが壊れた場合って感じですね。で、スペックの話に戻りましょう。まずは CPU が Core i5 の 12400。 これね、結構嬉しいポイントですね。 i5 でも最新の CPU を搭載してるっていうのはグッド。 Valorant とか CPU 性能に依存してフレームレートに差が出るゲームもありますからね。 Intel の12世代の CPU は評価も高くて、実際の性能もグレートです。グラボのボトルネックになるっていう心配もないでしょう。そしてゲーミング PC の核ともいえるグラフィックボードは RTX3060、 人気のあるミドルスペックのグラボですね。実際ね、このグラボ性能なら一般ゲーマーがやりたいって思うようなゲームはフル HD 解像度ならほとんど全て快適にプレイできます。 Apex Legends で画質設定を落とせば 165fps で張り付き、 Fortnite のパフォーマンスモードなら 240fps だって出せます。 Valorant でも 200fps 前後は出るでしょう。超絶重いと言われる
サイバーパンクでも 60fps 以上は常に出せます。流行りのエルデンリングや PC ゲーマー人気の高いタルコフなんかも全然快適に動かせちゃいます。ただ 4K とかレイトレを使うってなるとフレームレートや画質とかどこかを妥協する必要が出てきますね。でもフル HD ならバッチリ。正直 4K で画質設定を上げてゲームを快適にプレイするってなると予算がねあと10万円は欲しいんですが、 WQHD くらいならこのパソコンでもなんとかなるので、配信ゲーマーとかお金に余裕があるっていう人以外はこれくらいのスペックで十分でしょう。で、メモリは 8GB 2枚の 16GB。 メモリっていうのは同時に動かしているソフトを一時的に置いておく場所ですね。これが小さいとゲームをしながら配信と録画をしてブラウザで調べ物もしてっていう時に処理がパンクして動作がカックカクしちゃいます。普通にゲームをプレイするっていうだけなら 16GB でも十分ですが、配信だとか動画編集だとかを考えてるなら 32GB あるとより安心ですね。ただメモリの増設は初心者でもできるくらい簡単な作業なので、ここでカスタムするっていうよりはメモリを別で買ってきて自分で増設するっていう方法を取った方がコスパは高いです。ここでねカスタムする半額ぐらいできちゃいます。でデータを保存しておく場所である SSD は 500GB。 重たいゲームをいくつも入れたりしないならこのままでもなんとかなりますが、いろんなゲームを同時進行で遊ぶ人や動画をたくさん撮るとか動画編集をするっていう人なら 1TB にアップグレードするのもあり。ストレージなんてでかければでかいほどいいんですから。動画ファイルを保存するっていうだけならこっちでねセカンドストレージっていうところに HDD を追加するのもありです。もしくは外付けの HDD を買ってもいいですね。 HDD は SSD に比べて読み込みが遅いので普段使うデータは全部ねこの SSD に入れときたいんですけど、普段使わないデータ、たまにしか使わないデータとかはこっちの HDD に入れておくっていう使い方をします。まあ、SSD をでかいサイズにするんじゃなくて HDD をこうやってセカンドストレージに増設するとか外付けの HDD を使うとかならひとまずここではねカスタムはしないで後から必要になった時に追加するっていう方法でもいいと思います。自分でもね増設できるものなので。初めてのゲーミング PC だとストレージの容量をどれぐらい使うかっていうのはねわからないと思うので、まあ、ここでやるなら SSD を 1TB に増やすかどうかの選択だけでいいと思います。あと電源は 700W ですね。結構ねこのスペックだと余裕がある電源なので、後からグラボを少し上のスペックのものに交換したりメモリを増やしたりしても問題ないと思います。で他なんですけど、まあ、他はね特に追加とかはしなくていいですね。マウスパッドとかモニターとか、まあ、LAN ケーブルとかはねない人は Amazon とかで買っておいた方がいいんじゃないですかね。面倒なら、まあ、ここで追加してもいいんですけど別で買った方が安いですね。まあ、ここ選択肢が少ないので。モニターもまあどれも相場通りくらいの価格なんですけど、ここで追加してもね、まあ、セールのポイント還元とかがいまいち受けられないので別で買った方がお得ですね。基本的にオプションでこうやってなしになってるものを追加するっていうのは手間を減らしたいっていう理由じゃなければ不要です。ここで追加するよりも他でね選んだ方が選択肢が多いですからね。で出荷予定はスペックをちょっとアップグレードしたりしても変わらなかったですね。2日から7日とのこと。結構早いですね。ご時世と時期的にメーカーやモデルによっては2週間から1ヶ月かかるっていうところもあるので、まあ、このね1週間以内の出荷っていうのは助かりますね。4月からの新生活にも余裕で間に合います。ただ1個だけデメリットがあって OS がね Windows 11なんですよね。これ Windows 11はまだ最適化されてないゲームもあるので、ゲームタイトルによってはちょっとプレイに手間がかかる場合があります。例えばバロラントは Windows 11の場合 BIOS の設定が必要になりますね。まあ、ググって出てきた通りにやれば問題なくプレイできるんですけど、 Windows 10を選択できないっていうのはちょっと残念なポイントです。あと今回の 20% ポイント還元とセール価格で購入できるっていうのは3月31日までですね。まだ結構期間はあるんですけど、ゲーミング PC は在庫が急になくなることもあるので欲しいと思ったら早めに買うのがベターです。あと最近はゲーミング PC のパーツの材料である半導体、これを作るために必要な素材が戦争の影響で不足する可能性があったり、物流の影響だったりでゲーミング PC が値上がりするっていう説があります。先日僕が出した動画で詳しく話してるんですが、ゲーミング PC はね安くなる要素よりは
高くなる要素の方がかなり高いので、欲しいなら今買っておくのがベストでしょうね。欲しい時が買い時ですから。ちなみにモニケンチャンネルではゲーミング PC の選び方を世界一わかりやすく解説している動画もありますので、よかったらそちらもご覧ください。またゲーミング PC を買うならゲーミングモニターも買わないとその機能を活かすことはできません。当チャンネルモニケンでは多種多様なゲーミングモニターの紹介をしているので、このチャンネルの他の動画もぜひ見ていただければ幸いです。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!